なんだろうこれは。ネイルダメだな君は。やっぱり僕がついていないと何もできないんだね。ブラッキー、あんたまだ生きてたの。ご挨拶だね。まあいいさ、僕たちは赤い糸で結ばれているんだよ。きっと気色の悪い冗談言わないでよ。とにかくここは僕にお任せ。ダメだこりゃ、完全に切れてる。ちょっとブラッキー、いい加減にしなさい。あー、いかんな、爆弾を使うとついトリップしてしまう。これはあんたがあんなことするから警備の変なのが出てきちゃったじゃない。あの違うのよ、私は人民解放軍じゃないわ。封印よ封印、邪神の封印について聞きに来たのよ。神殿を壊されたくなかったら今すぐありったけのミスリルを出せ。うわあ、あんたは余計なこと言うじゃないの。わしがドワーフの王様じゃ、何が知りたいのじゃ。ここにあるミスリルの量とその値段。やがましいっつの。違うのよ、封印よ、邪神の封印について聞きたいのよ。封印、あれはわしが若い子に作ったのじゃ。そうじゃの、ずいぶん昔のことじゃった。ちょっと生きてる？おいかんいかん、つい思い出の中に溺れておったわい。どうやらお前さんはあやつらとは違うらしいの。ブラッキー、気持ちはわかるけど何してんの？ミスリルだ！このゴーレムはミスリルでできているんだ！これ一体で大金になるぞ！もう二度と彼には会いたくないわね。さあ、こっちへ来なさい。上がってきなさい。そんなこと言ったって、私は魔法なんか使えないわ。大丈夫じゃ。さあ、早く。あれ、見えないのに床がある。ルリでできた階段じゃ。今ではガラスとも言うかの。見るがいい、ここには天がある。かつて天に牙を向いた者たちがおった。その者たちは邪神と呼ばれておった。わしらは奴らを長い戦いの末に封印したんじゃ。多くの者が命を落とした。今では邪神の手先となったツェイマーも昔はわしらと共に戦った仲間じゃった。今では魂までも売り渡したようじゃな。ツェイマー？そいつなら私が倒したわよ。お主、ツェイマーと会ったのか。大口叩いてたけどね、今じゃもう過去の人よ。バカな、あやつは影、すでにこの世のものではない。もしやあやつもうここに。案内ご苦労、マヌケ剣士君。すいま、お主どうやって。久しいな、長老。いや、ルーズルだったかな。うるさい、お主なんぞに呼ばれる名などない。セイマー、あんた私を利用したわね。そうとも、こいつは我らの秘密を知りすぎている。
前々から始末したかったのだが結界が邪魔でな。お前には役立ってもらったよ。卑怯だわ。なんとでも言え。さてお前の間抜け面にも見飽きたしな、ここらで失礼するよ。